ちいたろうです。山寺でございます。今日は山寺さんと、コラボということで、今中さん、そうですね、今中さん、今中さんに来ております。いきなりね、重曹のね、ベタなところちょっとね、一緒に来てますけどちょっと緊張気味いったと思います、ね、緊張してますね、ちょっとね、はい、あれ、いつものノリと違いますな、なんか知らんけど、どうしたんですか、どうしたんですか、緊張してますね。そうですね、ちょっと飲んでいきたいと思います。はい、いただきます。乾杯いたしましょうか。はい、お疲れ様です。いただきます。うまいですね。美味しい。美味しいですね。美味しいですね。美味しいですね。お、入りますよ、顔顔入りますよ。今ね、ちいたろうさんがね、あの、はい、お店の周りを撮ってありますし、なんか、まあ、全然一緒じゃないと思う。いやいやいや、お兄さんたちに緊張してますね。ジェントルマン。だから、そう分かってますよ、ジェントルマンですよ。注目されるじゃあ、ほんまにいろんな意味でちょっと注目されます。これ二人飲んでるんですけどね、もうほんまになんか汗かいてきた。そうですよね、変な汗かきかきますよね、これね。僕もちょっと今日はなんか、ちょっとなんか変な感じですよ。お客さんがね、今日のお客さん濃いんです。ね、濃いですね、今日。そうか。いや、まあ、濃いっていうか、まあ、これ大阪のノリですけどね。わかります。僕は大阪の人間なんで楽しいです。はい、僕は大阪なんで、こっちはちょっと大阪じゃないんで。はい、あ、違う、みんな聞いてやるんです。あ、3本ぐらい聞いてじゃあ半分切って、半分ずつ半分切ってください。切ってもらって、その半分僕がまたちょっと食べますんで。はい、じゃあ、これを半分切って。半分の半分いく。はい、いきます。ミンチカツ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 で。いただきます。ミンチカツでしょ。はい。それミンチカツですね、これね。美味しいですね。はい。トンカツでもなく、ビーフカツでもなく、ミンチカツでもなく、コロッケ。美味しいです。あ、美味しいですか。よかったです。ありがとうございます。一番風呂に番が。そしたらね、僕もね、ちょっとミンチカツいただきたいんですが、ちいたろさんがね、ちいたろさんがちゃんと半分に割ってくれたんで。いきますね。これ一気にいくわ。美味しい。美味しいですね、ほんま。うん。美味しいですね。美味しいですか。言いませんけど、僕もほんまに美味しい。一番上やん。変に美味しいですか。美味しいです。ほら、完全にテロップ入れまくりですね、これね。チーターさんが緊張してるとかね、いろいろこう入れなきませんので、ね、えらこっちゃですね。どうしましょうか。提灯がめっちゃいいですね。あ、提灯、雰囲気出ますね、これね。もう、もうね、ほんで超昭和の雰囲気なんですね。うん、ここで、ね、もう新生中の新生ですよ。もう相当昔からやってますよ、これ。ですよね。何十年の世界です。たまにあの、だからこう飲み物も多分安いと思うんですよ。安いですね。安いと思いますよ。はい、見てもらうと分かると思いますけどね。まあ、酒屋の中とかですよ。どっちかで格打ちでね、格打ちっていうんですよ、こういうの。酒屋の一角で飲む。で、一応各自っていう、まあ、九州の言い方らしいんですけどね。まあ、ここしか知らないですけどね。だからこうね、お酒の販売の飲みね、飲む人が多いと。まあ、ちょっと今日は減ってきましたけど、なんか12時前やから、ご飯食べに行くやろうか、パチンコしに行く人もおるかもしれませんしね。まあ、そうやけど、まあまあまあ、ここは、まあ、昔からなんで、酒屋さんですよ。10年ぐらい前からこう来てますけど、ブログ書いてる、ブログ書いてる時から来てます。山田さん、そうですね。最近ですよ、動画にし始めたの、ここのここ、うん、そういうことですよ。まあ、いろんな店、容器ありますからね、ちょっとジュースを楽しまれたらいいと思います。
最高ですね。最高ですか、ビュース。酔ってませんけどね、またね。酔ってます。ちょっと緊張もほぐれたような感じですかね。はい、らしいですわ。最高です。最高です。だんだん乗ってきて難しいですね。お願いします。これや、これらエンディングいきますか。はい、山中さん、今中さん面白い。さすが、どうした今は山中分からんけど今日は、ジュースです。13とか、はい、今中さんに山中さんと飲んで飲みました。ちょっと変な酔い方していますけど、なんかよう、いつものノリが違うかもしれません。ありがとうございます。